はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン2実況プレイということで、バージョン 1.3.0 アップデート後編でございます。ということでね、まあ前編も、先ほど上げましたので、ぜひ前編後編合わせてご視聴いただきたいなと思います。前編の方では、強化された武器を中心に紹介してきましたが、こちら後編の方ではですね、弱体化した武器を中心にお届けしようかなというふうに思います。で、動画の後半では、実はこの武器注目されてないけど、ちょっと強くなってて、もしかしたら環境入りするんじゃねみたいな武器もちょこっとだけねあるんで紹介できたらなというふうに思っております。ということで、じゃあまずは皆さんハッピーな、ジェットパック弱体化記念、寿司コラ行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、ということでやっていきたいと思います。ジェットパックはですね、相当弱体化しましたね。まず自分の当たり判定が大きくなったので、敵の弾が当たりやすくなったのと、ダメージが 17% 減、塗りが 20% 減で、ジェットの火力、下からベーって出てるやつの火力が、75% 減。やばいですね。相当落ちましたね。で、それだけじゃなくて、こと寿司コラに関しては、スペシャル発動までのポイントが、210から230になりました。まあ、要は230ポイント塗らないと、ジェットパックが使えないという、とんでも仕様ですね。いや、でもま、それぐらい猛威振ってましたからね。ぶっちゃけこれぐらいは、いいんじゃねえかなって気はしますけどね、個人的には。でも、こんだけ塗ってて、まだ発動できないですかね。なので、もう本当に、初ターンは前取りに行かないと、完全に、まあ、ね、お荷物になりかねないんで、はいはいあ落ちた落ちられた。ここいない。ここいやー、倒したのは何かが倒したけど、何かを倒したけどよくわかんない。当たんない当たんない当たんないキュート、あ、どうキュート、キュートあー、硬くなったねー、イカスフィア。しかも相当今吹っ飛ばされましたね。なんか初めて体感しましたね、この辺。へーって感じですかね。よいしょ。やっぱ相当ジェットパック、今までなんかジェットパックの性能に甘えてきた寿司は多分みんな寿司持たなくなりますよね、100%。じゃなくて本当に、もともと、あ、死んだわ、これ。もともと寿司がめっちゃうまかったり、ジェットパックめちゃめちゃうまい人は多分持ち続けても、強いなっていう感じの印象にはなったかな。だから本当に、多分、これで、はっきりしますよね。今までずーっと寿司持ってた人が、もう寿司弱すぎて持たないって言ったら、多分、それはね、寿司が弱くなったからじゃなくて、その人が寿司を使いこなせてなかったからなんじゃないかなって、いう感じに、多分、なるよね。多分、なりますよ。入られた、これ。入られてない。濡れてない、全然。全然濡れてなかった。おせおせムードだったんですね。オッケーオッケーオッケー。なんかいる。ローラ。ローラいない。ローラそこにいるよね。いける？ですよね俺はもう寿司はもともとあんまり、ここで使ってこうやってさ、こうやって、ほらー、これはね、多分自分の当たり判定広くなったからこれ相打ちなんですよ。多分。多分。ま、弾は割と爆風ポンポンで当たってたんで直撃してたかどうかちょっと定かじゃないんですけど、自分の方に食らってたやつは、だからよ、今ので、かわしてかわしてポンポンみたいなのができたじゃないですか。それがね、多分できなくなると思うんですよ、今後。だからこそ、やっぱ本当に、いいタイミングでジェッパーを吐くことが要求されるっていうのかな。なんか今みたいにこう、回避行動込みのジェッパーみたいのは、おそらく、ねって感じになりそうなので、あ、下手。ごめん。ちょ、下手すぎる。えはーはー、ついよ、ひろ今、ライトに当たって死んじゃったのはあれなんですけど、ひろ。いやー、これは時代変わりますね。いい時代になりそうだ、これは。ナイス？あ、惜しい。まあ、まあまあまあ、多分僕はね、寿司持つことは当分なくなると思うんで、なんか多分他の武器持つかなって気はしますけど、なんかでもこの試合は結構ね、ジェットパックの弱体化した要素がしっかり出た感はありますね。ジェットパック履けてる回数もそんなないでしょ？多分2回ですよね。ですよね。だから相当出ましたね、これはね。さあ、続いては、インクアーマーですね。はい、インクアーマーは、鎧が砕けるときに無敵時間になってた時間があったんですけど、それが8フレームほど減りましたよと。で、あとは 100% を超える攻撃を受けたときに、超えた分が自分にダメージとして加算された状態で、プラス、めっちゃ吹っ飛ぶっていう仕様になったみたいですね。はい。ちょっとなので、まあ、後半の方、前半後半結構分かりにくいっちゃ分かりにくいんですけど、まあ、一応弱体化といえば弱体化かなと。ただあんまり言うほど、チャージャーにちょっとさ、打ってもらおうかなと思ってるんで、ちょっとチャージャーさん、当てて、当てて、当ててよ今、あんだけ、当てて欲しかったから、あんな突っ込み方したのに。
あんな突っ込み方したのに、あえて。当ててよ。当ててよ。まだね。まだだよ。まだ、まだだよ。まだだよ、チャージャーさん。チャージャーさんまだだよ。どこにいるかわかんないけど。あ、チャージャーさんどこだ。チャーどこ、チャーどこ、チャーどこ、チャージャーさんどこ、どこ、どこ、チャージャー。チャーどこ。テキチャーさんどこ、テキチャーさん。いた。テキチャーさん、テキチャーさんお願いします。はい、お願いします。チャージャーさん。あ、すげえ、めっちゃ吹っ飛ぶ、めっちゃ吹っ飛ぶ、もうめっちゃ吹っ飛ぶ。へーへーへー、ありがとうございました、ご協力、さようなら。あー、すげえ吹っ飛ぶね。ほんと若バリアみたいになりましたね、前作のね。へー、そうなんだ。なるほど。いや、これはでも確かに、まあ、これぐらいはあっていいかなって気がしますけどね。で、問題は、100% 超えた分、あ、でもそうですよね。これだから僕のアピカチュウ。僕結構あれ、なんていうんですか。あ、やばい。これ死ぬ。あ、これは痛い。ブラスター使うじゃないですか、よくノバ。だから、結構今までアーマー系に対して何もできなかったんですけど、それが、それが、できるようになったんで、結構いいのかなって気しますよね。多少役割が増えたっていうか、そんな気しますよね。結構、あ、こちらにそういえば網ありましたね。網、網ありましたね。ここ飛ばなくてもいいんですね。イェーイ。こんにちは。元気してますか皆さん。そんな、無理です。ジェットは無理です。ジェットは無理です。皆さん。イェーイ。こんにちは。さよならさよなら傘だ。ここ。やばい。傘怖い。やめてーやめてーやめてー助けてー助けてーやめてー痛い、なんか倒したやめてーいや、なんか落ちていくこんにちはーこんにちはーこんにちはーこと落ちてきます。やだなさよならさよならはい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 あー楽しかった頑張れ頑張れ。まあなんかそんな感じらしいですね。まあまあこんなもんじゃないですか。まあはって感じですね。まあどっちかっていうと必然がね結構弱体化してくれたので、まあそういった意味では相当助かったかなって気はしますんで、じゃあちょっと次必然使ってちょっと暴れてみようかなと思います。よし、オッケー。ちょっとすいませんね、なんかまあ今日ぐらいちょっと許してください。あんまりこう慣れてないスペシャルとかでガチ版潜ると普通に味方に迷惑かけまくって悲惨なことに多分なってんじゃないかなって今日思ってるんでね、あんまり得意武器じゃないのは今日は縄張りでやらせていただこうかなと思います。さあ、いよいよ弱体化した必戦の登場ですね。唯一メインウェポンで修正が入りました。今回のアップで最大ダメージが62から52に変更された、プラス射程が 9% 短くなった。なので、巷の話では、食い込んができなくなった。これ、ボーンやってバシャーで倒せなくなったっていうのが一つと、あ、まあ、近かったら別にいいんですけど、もう一つが、割と高いところから低いところに対して、こうやってバシャバシャやってると、ダメージが少なくなるんですけど、それがもしかしたら、確認だったのが拡散になるかもねっていう話らしいですね。来ないね。来ないね。あ、これはでもこのぐらいの距離まで詰めたら確認までになるんですかね。なんか、あれですね。全然来ないですよ。さあ、そして、あ、もう吐いて。あ、これ引く？当たる。あ、でもこれも確認なんだ。あ、マーチストキス。いや、逃げらない。ちょ、危ない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 。あれですね。なんか、誰も攻めてこないんですけど。どういうことですか？そういう編成？あ、そういう編成だね。すごいね。なんだこの編成。なんだこの編成。あー、拡散だ拡散だ。あ、届かない。これ 9% の範囲内ですか、これ。ちなみに。どうなの？なんか、ただの、なんか弱い者いじめみたいになっちゃってて申し訳ないんですけど。この感じだと。あー、ほんとだ、拡散。あぶね。ね、なってますね。届かない、それ。届かない。あ、倒した、倒した。まあ、言うてじゃない？言うてじゃない？なんか。言うてな気がするぞ。やだー。いや、それは無理だよ。さすがに届かねえよ。やめてー。助けてー。やめてー。ここ、来ない。あー、当たんない。当たんない、惜しい。惜しい、惜しい、惜しい。どうなん？
弱体化したのこれ。いやまあ距離詰められてるから別に当たってるだけっていう可能性はありますけどね、全然ね。そう、逆にだからまあうまーく距離詰められなくなった時に結構辛くなってんのかなって気はするけど、でも一個思ったのは不必戦もアーマー吐くまでもちょっとこう塗りポイントが増えたんですよね。10ポイントか20ポイントか。なんでまあその分ちょっとまあって話はあるけど、やばいな、ちょ待って急に、ちょ待って急にちょ俺が無双してたからどうにかなってたけど、終わって俺死んだ瞬間こんなになっちゃってるんだけど何が起こったし、ちょこれこっち行くわ。そのドセンターどうしようもなくなっちゃった。マジで、あーマジそれきつ、ちょーマジ倒してどうする。いやーそれきつい、いやー無理それ、うおー無理。どこにいる、いない、消えた、ちょ消えた消えた、ちょ待って塗られすぎだろなんだこの字は塗られすぎバカ試合でしたね、なんかね。ね。あーでも勝ちましたね、最終的に。まあよかったよかった。なんか、いわゆる野球でいうとこのバカ試合ですよね。17対12みたいな。そんな試合でしたね。いやー、でも俺は個人的にこれまだあんまり弱体化しきれてないかなって気がしてるんですけど、どうですかね。さあ、ここからはですね、このアップデートに隠れて、実はめっちゃ強化されちゃいましたよの武器シリーズをご紹介しましょう。1個目、ザップ。これね、ザップがね、なんかいろんな影に隠れてね、スペシャル発動までのポイントが10減ったんすよ。これはね、事件ですよ、マジで。これ、ザップ流行りますよ。ザップってそもそも、射程もそれなりにしっかりあるし、昼もまあそれなりにしっかり取れるし、で、濡れるしっていう、まあなんかある意味器用貧乏的なところはあるんですけど、まあなんか逆に言うと、慣れてる人が使うと本当に強いなっていう武器筆頭だったんですけど、まあおそらく使用率が低かったんでしょうね。寿司とかがいっぱいはびこってたから。ゆえに、相当、これは、このプラ10っていうんですか、マイナ10っていうんですか、相当ね、やばいことになりますよ、これ。これやばいことになりますよ。ザッパ流行りますよ。流行りますよ。冗談抜きで。冗談抜きで流行りますよ。いやー。やばい。助けて、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 なーでだーるまでやることないのまさかそこにはいるとは思わないでしょうね。な、縄張りじゃないか。なんかいる、うわまあでも、割とザップはちょっとまた今度ね、ザップ紹介編動画を作ろうと思ってるんですけど、近々、まあ、強化されたんで、本当に、いい魅力的な武器なんで、多分ね、ジェッパが、まああんまり使いこなせなかったりとか、なんかジェッパの性能に溺れてた、シューター系がおそらくみんなね、こぞってね、ザップに来ますよ、これ。マジか、あぶね、よし。そう、弾速もね、結構早いんですよ、なんか。そう。射程しっかり、守りさえすれば、割と単射程武器とかは普通に足止めできるぐらいの、ま、そう、だから打ち合いの時にちゃんと足元をしっかり濡れるだけの弾数があるんですよね。それが強いんだよな、この武器の。そう、ほんとね、真面目に強いですよ。これはまた、入りますね。あ、まじ。あー、倒したけど、どっちにしろスプリンクラーか何がしに負けますね、今のはね。っていう、そう、なんで、ザップは皆さん、これこそっと、多分動画の後半なんで、だん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 ね、みんながね、徐々にもういいや、戻るってボタンを押してる後半にあえてやったんで、もうここまでちゃんと動画を見てくれてるね。まあ、一番最後まで動画を見てくれてる、こう、いい視聴者。いい視聴者じゃん。別にじゃあ途中で見なくなった人悪い視聴者なんかって、そんなことないですけど、最後まで見てくれてるね。あなたにだけね、もう僕の、すごくね、プレゼンタリーなー、今のだったらあいつといるか、ね、武器紹介でございました。あ、めっちゃ自陣入られちゃってますけど、これやばいですかね。超荒らされちゃってますね。まずいですね。ぷっぷー、どんぐらい濡れるこれで。結構ね、濡れるんですよ、こんな一瞬で。たった2秒で、ほら、あんだけあそこだけ全部取られてるんですけど、右があれで爆風で、左がザップの意味で強いですよ。ザップは、ザップは強いんですよ。流行りますよ。流行ったら、モッピーが流行らせたってことにしましょう。もう一個行きましょう。
さあ、ということで、もう一つ、この武器が流行るんじゃないかなシリーズ、第2弾。カーボンローラー。これもね、流行るんと思うんですよ。なぜなら、まあ、カーボン使いがそもそも昔多かったじゃないですか。でも今作のカーボンって、濡れないは打開できないわが加速して、もう全然なんかカーボンの彼女もねえから使わないわみたいなことカーボン使いの人が、まあみんな言ってたわけじゃないですか。それがですね、よいしょ。塗りポイントが、マイナス20されました。なので、まあ、この濡れないカーボンが、濡れるようになったと。なので、アメフラシがめっちゃ使えるようになったと。故に、めっちゃ打開タイミングが増えるはずなので、故にカーボン使いがカーボンを担いで戻ってくるんじゃないかっていう予想ですね。まあ、でも多分今作の中で、あっ待ってやめてやめて死にたくないさよならバイバイまたね帰って帰る危ない危ねえ。いない？消えたかな？まあ、熟練者が多いので、ザップとかと違って。多分ね、増えそうな気するんですよね。で、アメフラシも強化されたし。なーんかいたーな気がするんですよ。だからちょっと、まあ、そういう意味で、そうか、ジェットパックとかもだから、撃ち落としにくいじゃん、多分カーボンだと。なんか、もろもろ結構強化されてるんじゃないか疑惑が僕の中であるんですよ。だから、もし、昔カーボン使いだった人が、急にカーボン持ち始めたらそういうことなんだなって、思っといてください。よいしょ。いやー、マジかよー見えてなーい。なんか、そんな気がする。まあ、こというモッティは、まあ、皆さんご存知の通り、ローラーなんか、これポッチも使えないんですから。まあ、ぶっちゃけ強化されたかなんか知らないですけど、使うことはないでしょうけどね。あのチャージャーがね、全然ずっと芋ってるんですよね。1分半。いけない？やばい、何わかんない。プライム、ジェット。しまっ、どこ、死なないのそれ。え、そうなの？多分、減衰したから死ななかったってこと3回当てたけどってことですよね、多分ね。そうなの？あれですよね、必須もこれぐらい減衰していいですよね、ダメージ減衰して。なんか上からバシャバシャやる場合は格4とかでよくないですか？ダメっすか？やりすぎっすかそれは。さすがに、必須で死ぬ？死ぬかな？バケツそのまま倒した！どうしたお前！あ！やばい。回線を、引っこ抜いてしまった相手の。やべえ。これはカーボン流行るわ。カーボンが、カーボンで叩いたら、10% の確率で相手が回線を落とすみたいな。実はそんなアップデートがされていた。あのアップデートページには何も書いてなかったっす、そんなこと。誰もいない。来ない。マジかー。やべえな、カーボン。あー、マジ逃げられた。いけるかな？うわっ！マジで、届かないんですね、そういうのはね。やっぱ横から行かないといいですね。いやー、マジかー。これはカーボン流行るわ。みんなもカーボン使ってね。5% の確率だからなかなか、あ、沼じゃんこれ。ふぅふぅやった、よし。まあ、なかなか発動しないと思いますけどね。まあ、むしろ発動してしまえば一撃必殺みたいなとこありますからね。いやー、この強化はちょっとずるいですね。カーボン毒ですね。っていう感じで次回のパート。まあ、細かい調整等々はね、公式ホームページ見てください。はい、という感じで以上、モッティでした。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。本日、スプラトゥーン2アップデートバージョン 1.3.0 公開でございます。いやー、長かったね、スプラトゥーン2発売まで。ようやくね、本日発売ということなのでね。皆さんね、ぜひゲーム屋さんに行って買いに行きましょう。はい。暖かくして寝ろよ。